大塚の地理学を、つくばの地に、ひひめんの字を、青野俊夫が書いている。青野俊夫は、人文地理学者、東京教育大学名誉教授。愛媛県大地郡桜井村出身。1932年、東京文理科大学卒。1947年、東京文理大学。1965年、定年大館、名誉教授、立正大学教授。 1976年退職。日本の漁村、漁業地理学を研究、日本知事研究所を創設し、日本知事全21巻を日本全国から460名を動員して編集。日本知理学会会長、名誉会員。日本における水産地理学の開拓者であり、青野自身、知事学的研究の論文が多いのは、 オリジナルな研究の結果によるものが多いため当然のことではあるが、これらの研究成果から巨村水産地理学の科学的体系を樹立したいという意欲が強められたことも、ここで述べておきたい。と著者の冒頭で述べている。海辺の村に生まれ育ち、桜井村立桜井小学校、愛媛県立今治中学校を卒業後、1921年に20歳で、 東京高等師範学校門下一部別組に入学3年次より田中啓治の訓導を受け1925年に同校を卒業する卒業後は1年間主願兵として不評第57連隊に入園除隊後は3年間東京府立第5中学校で教鞭を取る1929年創立されたばかりの 東京文理科大学地学科地理学専攻へ入学、再び田中啓治から指導を受ける。その傍ら、東京外国語学校専修科仏語部でも2年間学んでいる。1931年、九十九里浜海岸平野における集落の移動を地理学評論で発表、以後九十九里浜から外房、内房へと研究フィールドを移動し、千葉県全体の地域区分を行った。 1932年に卒業論文、九十九里浜における漁村及び水産業の地理学的研究を提出、そのまま東京文理科大学副主に就任、東京地学協会発行の地学雑誌編集事務も務務めた。翌1933年に同学助手となる。研究面では、伊豆半島や紀伊半島、三陸海岸南部の漁業、漁村調査を行った。 また、1930、1938年、満州事変が勃発すると地理学にも、その影響が及び始め、青野も朝鮮半島、中国大陸、南平洋、南洋群島、北、アメリカ太平洋岸の水産業を研究、オーストラリアの水産業と米施策を研究すべしと、といた。その一方で、日本の漁村研究も継続し、特にカツオ釣り漁村に焦点を当てた。 1940年には東京文理科大学と旧西浦和高等学校の講師に就任。1941年には全2校に加え立証大学でも講師を務めた。1943年には拓殖大学教授となる。1947年東京文理科大学助教授に承認し、カツオ釣り漁村研究を再開、その成果をまとめた。 本邦かつお釣り園用漁村の地理学的研究を1948年に東京大学へ提出、辻村太郎が主査を務めて審査が行われ、翌1949年に理学博士の学位を取得する。同年、東京文理科大学教授に承認、東京教育大学教授を兼任する。1952年から東京教育大学教授、東京文理科大学教授兼任となり、 1965年に、この数は空前絶後とされ、また1956年から2年間、東京教育大学理学部長、1962年から2年間日本地理学会会長を務めたほか、日本学術会議においては1954年から12年間会員として活動し、地理教育編長で科学としての地位が危うかった。 地理学の振興と行政支援の獲得に尽力した。1963年頃から大規模な日本知史書の編纂を志し、二宮書店の助力を得て、日本知史研究所を創設、音川翔平ら多くの編集員、執筆者と共に事業を進めていった。1965年に東京教育大学を定年退官するとかつて講師を務めていた。 立正大学へ移り教授に就任し、ここでも8人の文学博士を送り出したほか、1966年から6年間人文科学研究所長、1971年から5年間大学院研究会委員長を務め、立正大学の学位規則改革や定年制度の整備を行った。1967年には前日の日本知事書の第一弾として、 日本知史東京都を観光する。そして自ら制定に尽力した定年制に従い、1976年に立正大学を定年退官した。立正大学退官後は日本知史シリーズの編纂に精力的に取り組み、1980年に日本知史日本総論の観光をもって無事完結した。その後、自身の著作整理を行い、青の年を著作集。 全発刊を発刊し、1991年にその生涯を終えた。田中刑事の確立した大塚の地理学を継承し、地史学研究に情熱を注いだ。青野が研究した水産地理学も地主学的方法論に則っ,っている。精力的なフィールドワークを続け、日本全国の漁村をくまなく投差した。代表的な著作、漁村水産地理学研究は、 地理学のみならず、経済学や社会学にも大きな影響を与え、水産学会から高い評価を得ている。頑固一徹で、指導学生には論文の緻密さ、無駄のない表現を求める厳しさを持っていた。一方で包容力に優れ、多くの教え子が青野の下に集まった。日本知事編纂にあたっては、綿密な計画を持って推進し、組織能力を活かして完結させた。 ありがとうございます。